おうち系アナウンサーの中塚美穂です。イオンモール岡山1階晴れ待ちスタジオからお送りしております、おうち系アナのクスクス。今回は新コーナーを持ってまいりました。こちらです、トレンド発信美容ニュースの時間です。はい、こちらの新コーナーなんですが、皆さんに何をお届けするかというと、今インターネットで話題となっているものをいち早く皆さんにご紹介するコーナーです。はい、ということで記念すべき第1弾のコーナーは、大人のねるねるねるねをご紹介します。皆さんもうご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。9月5日今週の月曜日ですね、ついこの間発売されたばかりの新商品です。あの皆さんご存知のねるねるねるねシリーズに、史上初の大人も楽しめる大人のねるねるねるねが登場しました。今ツイッターを中心に大バズり中です。はい、トレンドの、今まさにトレンドの駄菓子となっています。今回は皆さんのね、おなじみこちらの従来のねるねるねるねと食べ比べて、この大人のねるねるねるねがどこが大人なのかを実際に食べてお伝えできればと思います。はい、こちらがね従来のものですね。皆さん見たことあるんじゃないでしょうか。さあ、じゃあ早速作っていきましょう。こちらは後で登場します。まずはですね、このこちらは赤ぶどうのねるねるねるねです。最初の一番の粉ですね、にこのもう一つ2番目の粉をこちらにボウルに入れていきます。で、今はすでにここ5つ用意してあるんですが、4つ分もうボウルに入っております。今回大人買いをいたしまして、5つ分大人のねるねるねるねを楽しんでいきたいと思います。で、早速ここにもう4つ入っているので、最後の1つ中がどうなっているかを皆さんにご紹介しながら作っていきたいと思います。なんかパッケージもかっこいいですね。従来のものはすごく可愛らしいパッケージなんですが、ちょっとこう光沢があって大人なものになっております。こうやって開けていきますよ。もうプレミアムな味わいって書いてあるからすごく気になる。中は、あ、中に入っているのは従来のものと同じような感じですね。わかりやすく1番の粉、そして、あ、もう一つ白のねるねるねるねもあるみたいですよ。こちら赤と白、そしてトッピングが入ってますね。後でつけて楽しむものですね。一番の粉に合わせてつける2番目の粉もこのように入っております。はい、そして、あ、従来の入れ物とは少し変わってますね。大きめの穴がこうやって2つ開いております。で、こっちはトッピングを入れる用の穴が開いてるんですが、赤と白を2つ作れるんですね。こうやって、わー、下も星書いてあるからおしゃれですよで、こちらを今回はもう5つ作っていくので、大きめの容器に移して作っていきたいと思います。すでに4つ分入ってるのでね、この1つをここの中に入れていきますよ。よいしょ、オープン。わあ、甘いぶどうのいい香りがする。こうやって入れて、おお、赤ぶどう色ですよ5個分の粉の量がすごいありますねこうやって、はい、こんな感じです。これが5個分です。どうなっていくのか、ここから。そしてお次は2番の粉をこちらに、白い粉ですね、入れていきます。このぶどう果汁なんですが、主にワインで、実際にワインで使われるぶどうの果汁を配合して、甘さ控えめの大人も楽しめる赤と白2種類の本格ぶどう味になっているそうですよ。
赤ぶどうねるねるねるねはコンコート果汁という名前のものだそうです。そしてこれ今5個分どちらも入れ終わりました。この中に混ぜて、あ、違う、ごめんなさい、間違えました。ねるねるねるね大好きなのね、手順もこれいいのかな。最初水を入れるそうです。大好きなのに手順忘れちゃったこれを5杯分ですね、粉が5個入っているので。あ、この水のケースも懐かしいですね。私ねるねるねるね小さい頃から大好きでたくさん食べていたので、よく家でこうやって作ってました。もう色がどんどん紫に変わってきました。5杯分入れ終わりましたよ。こちらに混ぜていきます。わあ、色がどんどん濃い紫になっていく。おー、楽しい濃いですね、ちょっと色が。最初は濃い紫色、青に近いような色になってきました。はい、こんな感じで、あ、もう粉が溶けましたよ。そして最初こうとろっとしますね、こんな感じで。はい、ここに2番の粉をボウルに入れていきます。なんかお料理番組やってるみたい、楽しいな2番の粉を入れました。ここからどのように変わっていくのか皆さんよく見ててくださいね。さあ混ぜていきますよ。おお、わかるかな、色が今度明るい紫色、ピンクに近い色になってきて泡立ってきました。おお、結構弾力があって、5個ともなると混ぜるのが大変です。結構力がいります。しっかりスプーンを握っていないと持ってかれそうですほら、泡立ちましたよ。5個分すっごい量だな。うわー、すごい、もうぶどうのいい香りがプンプンしております。さあ、こちらが赤ぶどう味ですね。こちら置いておいて、もう一つ大人のねるねるねるねは白ぶどうがあるんですよ。さあ、これを一度ここに置いておいて、白ぶどうは白い粉ですね。こちらも同じ手順で作っていきたいと思います。いや、駄菓子って本当にワクワクしますよね。自分でこうやって作るものってどんな風になるんだろうって考えながら、皆さんごめんなさい、もう夢中で楽しすぎてこっちの5袋目忘れてました。4個で作っちゃった、あら、やってしまいました、すみません。5個目入れていきます。こちらに5個投入、もう早まってお水入れちゃった5個目入れましたよ。さあ、こちらを混ぜていきます。今度は黄色いですね、黄色い色ですが、だんだん、いや多いな、すごいな、夢でした5個混ぜるのやったことなくて今まで本当はね10個とか20個とかどうなるんだろうって気になるんですが、5個が食べられるマックス量かなと思って今回は5個にしてみました。結構ね弾力ありますね、粘っこくなりましたよ。黄色ですね、赤ぶどう味とは全然色が違います。こんな感じになりました。そしてこちらのね2番目の粉5個目最初に加えていきたいと思います。このなんで大人のねるねるねるねっていう言われるか、もう一つ理由があるそうでして、ソムリエの方が赤白それぞれに合うワインを推薦して、甘さ、選ばれたワインの分析をもとに調合したアロマ成分が隠し味に入っているそうです。もちろんアルコールは入っていないのでお子さんでも
楽しめる商品となっているそうですよ。さあ2番の粉を入れていきました。混ぜていきます。あ、こちらは少しマイルドなちょっと白っぽい黄色になっていきましたね。これまた弾力がすごい一生懸命体を動かしながら回しております。おお、できましたよ。よいしょよいしょはい、2つできました。こんな感じです。よし、はい、こうなりました。いかがでしたでしょうか一生懸命混ぜました。そして最後にトッピングがあるそうです。こんな感じですね。これも黄色とピンクが少し入って赤ぶどうと白ぶどうにこう合うような色になってますね。これを最後にそれぞれトッピングしていこうと思います。よいしょ、うわかけすぎたかけすぎた。ちょっとかけ終わったら見せますね。よし、こんな感じでどうでしょうか。あ、すごい、パフェみたいになった。おしゃれなデザートですよね。これこちらが白の方です。こんな感じです。わー、全然違う。もう香りもほんのりなんか大人のワインの、いいブドウのワインの香りがしてきて幸せな気分になりますじゃあ早速食べていきたいんですが、まずは従来の味がどのようなものかを復習していこうと思います。こちらが従来ですね。ほら、比べてみると色は似てるけど、ちょっとこっちの方がピンクがかっているかな。うん、じゃあまず従来の方からいただいていきますね。従来はこのトッピングにこのねるねるねるねをつけて食べるんですよね。お、いっぱいついちゃった。贅沢にたくさんトッピングをしました。いただきます。うん、これこれ、うん、とっても甘いぶどうの味がします。うん、トッピングがパチパチする飴のようなものが入ってるので、口の中はパチ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 って言ってます。うわー、美味しいな、この味が最高なんだよな。うん、甘い。うーん、ぶどう味のお菓子って最高、大好きです。はい、これはね、普段のねるねるねるねの味を今堪能しましたが、ここから大人のねるねるねるねはどう違うのか、早速いただきます。トッピングをね、このトッピングね、いっぱい乗せるのが贅沢な食べ方なんですよね。ふわふわです。いただきます。うん、香りが全然違う。うん、鼻にふわっとこう大人な、こう酸味もあり甘みもあるぶどうの香りがふわっと鼻から抜けて、優しいマイルドな甘さですね、こちらは。うん、でトッピングもこちらはパチパチしてなくて、こうサクッチュワッととろけるようなトッピングの味になっています。でふわふわ、大人のねるねるねるね、すごい。従来の方はこう粘り気が少しあったんですが、こっちはもうふわふわですよ。ほら、こんな贅沢食べができるなんて最高ですね。そしてもう一つ、2種類楽しめるんですよね、大人のねるねるねるね。はまだこれでは楽しみは終わらない。白の方いただきますよ。こちらが白の方です。うわー、これも美味しそう。あ、ワインの香り。うん、いただきます。赤ぶどうと全然違います。こちらはより香りが強いというか、うん、本当にアロマ風味が入っているっていう風にソムリエの方が選んだ
ワインの元にこう調合した香りが入ってるって言いますが、白ぶどうの方がよりちょっと香りが強い気がする。うん、よりワインの香りがしますね。こんな感じです。いただきます。うん、で白ぶどうの方がちょっとシュワシュワしてるかも。うわ、美味しい。うん、従来とは全然違います。本当な大人の甘さ控えめで、うん、ぶどうの香りがより引き立つような味になっています。うん、すごい。うわ、大人のねるねるねるね、これは人気出ますね。うん、大人の方も従来のねるねるねるねを小さい頃に楽しんでこられた大人の方はもちろん、子どもたちも食べ比べしてもとっても楽しいんじゃないかと思います。ねえ、パッケージがこんなにおしゃれなんですもんね。はい、素敵ですね。こちらのねるねるねるねなんですが、従来一番最初にこちらを食べる前に食べた普通のねるねるねるねは、イオンモール岡山4階にある駄菓子夢屋さんで購入することができますよ。そして大人のねるねるねるねについては今後入荷予定ということなので、ぜひお問い合わせをして聞いてみてはいかがでしょうか。はい、いやー美味しかった。ねるねるねるね、どんどんこう革命が起きていきますね駄菓子っていつまでも楽しいですし、いやー大人になっても不意に、あー駄菓子屋さんに行って買いたいなって思う時がたくさんあるので、いつまでもこう心を躍らせてくれるお菓子ですね。はい、今日は5個分大人食べをしましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こんだけね今量ありますが、私ねるねるねるね大好きなんで、この後も放送が終わってもパクパク全部食べたいと思いますはい、皆さんもぜひぜひ購入してみてください。それでは記念すべき第1弾は大人のねるねるねるねをご紹介しました。第2弾以降については皆さんからもどしどしトレンド情報募集しておりますので、 YouTube のコメント欄、 Instagram でもたくさんお待ちしております。ぜひ送ってください。それでは第2弾、そして次回のクスクスもお楽しみに。バイバーイ。